実はなんとね、フォートナイトで今ね2番目ぐらいに使用されてるこのねクラウンエモートにヤバすぎるバグがあったから、まあ、紹介していこうかなって思います。まあ、ちなみに俺はねちょっとあんまやってなくて53回なんやけど、ぜひよければね今の段階のみんなのねクラウンビクロイの価値とかね教えてください。いや俺が53だから多分みんなね70ぐらいでしょさすがに。でまずねこのクラウンエモートにどんなバグがあったかっていうと、ちょっとマッチに行くんやけど、まあこれはね通常マッチなんやけど、まあもちろんね通常マッチでこのエモートしたら、まあ、こんな感じでねクラウンの数が出てくるんです。まあ見せもんちゃうぞ、しばくぞ。けどなんとこのクリエイティブとかパーティーロイヤルでこのエモートを踊ると、まあ、このエモートを踊ると、まあ、クリエとかでこんな感じでねビクロイ数が表示されないんです。でこれ実はね1年前ぐらいからこの現象があって俺仕様だと思ってたんやけど、なんとこれがねバグだったらしい。それなんと今運営がこのビクトリークラウンの表示されないバグを調査してるらしいんだ。だから今後はねクリエイティブとかパーティーロイヤルとかでもちゃんとねクラウン数が表示されるようになるらしい。1年間すっぽかしたのすごいよな。まあ、これ実はバグだったらしいんだ。俺は仕様だと思った。なんとそんな感じでねこのエモートはね実はねバグがあったっていう、まあ、仕様だと思ってたけどね。まあ、こんな感じで言ったら運営がね地味に1年以上さすっぽかしてたバグとかもしかしたら今後修正されていくかもね結構、まあ、マジでやばいバグとか結構残ってるし、ね。